こんにちは、サルイです。いきましょう。一度きりのアイビーを交換しようノンバーズというわけでですね、私最近ですね、まあ、クイズアプリというものにね結構ハマってましてというか、まあ、割とね、まあ、あれですよ私がやってるね、まあ、在宅ワーク的なやつの中で言うと意外とね技術もいいのかもなんて思って最近ちょっとやってるんですよね。まあ何をもって仕事とするのかってなかなか難しいところなんですが、というわけでね、まあ、要はクイズアプリなんですよね。まあ、てか今めちゃめちゃあるんですよね。ライブクイズアプリってやつですかね。まあ、179に関してはまあ17やってた時に知って、あこういうのあるんだって言ってね、でその中で、まあ、復活券っていうのがあるんですよね。ね。で、まあ、で、これをお互いにね、コードをね、招待コードをお互いにっていうか、まあ、打ってくれた本人。あ、でもこれって、17に登録する際に入力して17級に参加すると。あ、これってそういう仕様なんだっけ？そっか、17級だとダメかも。ダメかもっていうか、179の復活券ってそんなにあれなんかな。なんかね、いろんなクイズアプリがあって、私まあそんなに手出してないんですけど、結構なんか、復活券が緩いところ、179の復活券はあんま緩くないかも。まあ、ちなみに179って7問なんですよね、今ね。昔は12問だったらしいんですけど、今7問で、しかも割と簡単っちゃ簡単なんですよね。しかも、ツイッターとかでヒントもあるから、まあ、実質6問みたいな感じだし。まあだからこそ、あれなのかな。復活系もちょっと緩めって感じなのかな。まあその代わり、まあ金額とかがね、てかまあ全然あのクイズアプリサイトによって金額違うんで、あれなんですけど、まあ179はね、まあどっちかというとちょっと安めかな、失礼。まあ一応キャッシュバックじゃないや、なんつうんだっけ、キャリーオーバーとかもあるんだけど、てか喉やばいね。ガラガラ。失礼。というわけで、これ、まあ、17、そっか、179、もう最初からっていうか、もう、やったことある人はダメみたいね、これね。まあ、まあ、それでもいっぱいユーザーいますからね。まあ、それでも、まあ、むしろさ、やってなかった方もね、この動画見ていただいて、まあ、なんなら17の方も使っていただいて、みたいな。なんか17の宣伝みたいになってるな。まあ、それはそれで、みたいな。だけど私の、まあ、これ読み上げても知らないかな。小文字と大文字があるからね。ね、F7PBUPH。まあ、ただ、F7PBUPH って覚えてもらっても、間の B が大文字なんだよね。っていうね。まあ、あの動画の説明欄とかにも、貼って、あとコメント欄にも貼っておくんで、まあ、そこからコピペとかしてもらって送ってもらえたらいいかな、みたいな感じですかね。はい。ね、ちょっとね、目指せ、万円、10万円。てか、たまに100万円とかもあるからね。まあ、17は、だいたい3万円なんだけどね。まあまあまあ。で、1日2回ありますからね。今、時間帯変わって、前は12時半と8時だった、夜8時だったんだけど、今、夕方の17時、5時と、20時、8時ですね、夜の。なので。よかったら参加見てれば、感じだった。参加されてみてはいかがでしょうか。っていう感じで。はい。で、ね、一応これ、まあ私のこののも登録してもらえれば嬉しいんですけど、コメント欄でね、お互いにというか、まあね、ID のやり取りしてもらって全然構わないんで、というか、むしろそういう目的の動画でもあるんで、ね、ID 交換所っていう体で一応考えてるんで、よかったら上手にこの動画を使って交流してみてください。というわけでね、あんままともに喋れなかったんですけど、まあ、その辺はお気になさらず。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。